冒頭でもお話ししたんですけれども、私は海外で留学したことがないんですね。そして英語を学んでくる過程で、やっぱりこういろんなこう挫折しそうな経験であるとか、まあ、悩みがありました。この本の20ページから書いてるんですけれども、例えば語彙が足りなくて話せない、これは思い込みである可能性が高いですよね。そして次、瞬間的に英文が思いつかない。そのための方法論は全てここに集約しました。あと他にもいろいろありますよね。最初は話せるんだけども、途中で英文が止まってしまうとか、出だしさえできたらなんとか話せるのに、その取っかかりがつかめないとか。確かに 2,3 秒黙っちゃうと、会話ってどんどん取り残されていきますよね。このあたりっていうのは、英語の知識とかテストの点数では計り知れない部分なんですね。そこばかりをこの本では追求しています。そして例えば、英語を話せと言われると、緊張して何を言えばいいかわからない。緊張した時の返し方、そして自分が本当に何を言いたいか、そのような自分を主人公にして英語を話す具体的な方法論もここではしっかりとお伝えしています。そしてもう一つ、今度は話すことだけではなくて聞き取りの場合ですよね。英語の聞き取りって大人になったら難しいってよく言われますけれども、必ず英語の音はキャッチできるようになります。既存の方法論ではなく、私の本の場合はあくまで実際に役に立つ方法ですね。例えば私は楽天さんでの英語公用語化であるとか、もしくはJALグループさんとか、いろいろな国際的な企業の社内で実際のスピーキングをお伝えすることに携わってきました。その中のほとんどの方っていうのは TOEIC や英検でしっかり英語を学んできています。しかしながら私も含めて弱点であったり苦手な部分は同じでした。そのような方々との経験から得られた、そのようなメソッドもここには詰まっているわけですね。その中では、例えば早く音読しているのに早い英語が聞き取れない、じゃあどうすればいいんでしょうか。具体的に分かりやすい方法で音を減らして、この本で私がフォーカスしたのはゆっくりと早く読むこと。それはどんなことなんでしょうか。それをぜひここで深く読んでいただきたいと思います。そして次、なんとなくは聞き取れるんだけど詳しくは分からないんですよね。これも具体的な方法があります。実際に発音できるようになるべき単語というのはすごく少ないんです。中学校1年で学ぶすごく短くて簡単な言葉ほど、実はリスニングでは一番難しいんですね。意味がある長い、スペルの長い単語ほど実は簡単に聞き取れるように英語ができています。すなわちキーワードというものは捉えようとしなくても耳に入ってきます。それ以外が取れないんですね。この本を使えばそれが必ずできるようになります。単語一個一個を聞き取るのではなくて、文の構造がしっかり瞬間的に取れるようになります。瞬間的に話すには瞬間的に聞き取ることも必要になるわけですね。これが私の英語の独学と同時通訳の経験から得られた知見の一つなんです。そして次、私の経験なんですけれども、発音がすごく下手で、そして耳が悪いと言われ続けてきました。それも具体的な今までにないやり方で練習することができます。この本の中でのパワー音読という方法で、自分を主人公にして何でも主語に取れて、自分で英語で物を思うことができて、思ってるからこそ口に出すことができる。その練習の過程の中で相手の話していることにも興味を持って、それらの内容を瞬間的に聞き取る。この一連の上達の流れを一つの練習の中で行えるようにこの本は作ってあります。この本を使う10日間のトレーニングっていうのは、その意味で今までやってきた英語の学習とは全く違った技術の習得の機会になると私は信じています。まだまだこの中でもお悩み相談は入っていますけれども、おそらく確かにそうなんだよねと共感していただける内容がふんだんに含まれていると私は自負しています。ありがとうございました。